この地に城が築かれて幾年月、あまたの人々がここを舞台に生きてきた。その姿は時に愚かでもあり尊くもあった。私は時を超え、この城とこの地の人々を見つめてまいった。ここに参られたのも何かの縁。方々ごゆるりと過ごされるがよい。長い年月と幻とともに波乱の人生を歩んだ戦国最後のヒロイン戦姫。慶長2年4月11日、今から420年余り昔に徳川秀忠と豪の長女としてこの世に生を受け、7歳という幼さで3つ年上の豊臣秀頼のもとに嫁ぎ、大阪城へ。幼い2人の婚姻は千姫の祖父徳川家康と秀頼の父豊臣秀吉の2人の話し合いの中で決まった天下をかけた家柄の結婚であった。婚姻から12年、大阪夏の陣で落城する大阪城から祖父家康により千姫は救出され、その後元和2年ちょうど今から400年前に桑名藩主本多忠政の嫡男本多忠時に嫁ぎ、翌年姫路威風に従いここ姫路城に赴いたのだ。今ご覧いただいているのは千姫の輿入れ行列の様子である。二人の出会いは後ほど詳しく話すとしよう。溢れる出会いを経て二人は姫路に移り、我が子の誕生と一家の繁栄に幸せを感じる。千姫にとってはようやく穏やかで幸せな日々が訪れたのである。皆から向かって左手の奥に長く続く作品の千姫は西に望む男山天満宮に来て、本多家の繁栄と平和を願い、朝夕祈りを捧げたとされ。さあ、次は二の丸へ向かおう。
梅雨と消えにし我が身かな。何はのことも夢のまた夢。貧しい農家の生まれだが、武士になりたいという野望に燃え、織田信長様に近づいた。信長様は我を猿猿と呼び、大層可愛がっていただいた。信長様の命を受け、播磨平定のため姫路に入った。さらにはここ姫路城を拠点に中国政府を掲げ西へと向かったが、備中高松で明智光秀突然の謀反により信長様自害の報を受けた。急ぎ全ての軍を率いて姫路城に戻り、休むことなく山崎までわずか10日で中国を埋葬を果たし、光秀討伐に赴いた。天下人へと上り詰めた今考えると、ここは秀吉出世城とも言える。我が人生の中でも思い出深い場所、姫路城。私はへしきり長谷部という刀剣、織田信長様から秀吉様を経て黒田義孝様へと移り、黒田家の家宝の一つとして長く道家に所有していただいた。私も主人たちと共に戦い、多くを学んだ。この姫路城もまた。城主であった時のこと、家臣の青山鉄山がお家乗っ取りを図っておった。これに気づいた忠臣衣笠元信は、お菊という女性を青山家に送り込み、悪だくみを暴こうとする。しかし努力むなしく、青山一味はお家乗っ取りに成功。それどころか青山の家来長野坪段四郎がお菊の行為に気づいてしまう。見えるわ。お菊に好意を持っておった段四郎は、お菊が預かる家宝の皿10枚のうち1枚をわざと隠してしまう。何も知らぬお菊、真っ青になって何度も数えるが9枚しかない。段四郎はその様子を打ち眺め、この時とばかりに結婚を迫る。しかしお菊はどうしても首を縦に振らなかった。己憎きやつ、家代々の家宝の皿をなくすとはもはや勘弁がいならん。そちが盗んだに相違いない。白状をいたせ。腹を立てた段四郎はお菊を攻め殺し、この井戸に投げ込んだ。それからというもの、毎晩その後、中心によって青山一味は滅ぼされ、
お菊はお菊大明神として十二所神社の境内にあるお菊神社に祀られた。